ったかげです。ここ最近日本一安いと言われているスーパーをいろいろ紹介していきました。最初に紹介したのが、タマで。あ、確か社長捕まってるな。え？ってのが聞いたけど前に。マジで？ディズピーのキャラクターがおったりとかさ。そこでコメント欄で来てたのが、もっと安いのありますよって言って、ラムーというスーパーをね、紹介しました。どれが一番安いかどうかその、わかんないですけど、何を基準にするかっていうのも特に決めてないんで、本日紹介していきたいのが、第3弾。こちらが日本一安いかもしれない、業務用スーパーの27円。日本一安い27円ラーメンを食べていこうと思います。一食安すぎ。びっくりラーメンでも180円やったよ。だって豚麺とかでも60円ぐらいするんじゃん。この程度のクオリティなのこれ。これが本当に美味しかったらラーメン業界変わっちゃうよ。家系、二郎系、業務系みたいな。ちなみにこちら、本日用意したのが醤油ラーメン、魚介豚骨醤油ラーメン、そのラーメンの計3つです。で、37円で売られていて、まあ、5食分入ってるんで、まあ、1食分あたり27円ということで、全部買ってきて食べ比べしたりとか、あとまあちょっとこうアレンジなんかもしたいなと思いましたね。インスタントラーメン作っていきましょう。懐かしの昔ながらのって書いてるけどさ、昔から魚介豚骨醤油ラーメンってあったから、なんか今風なイメージあるけど、魚介豚骨って本当に一食分安すぎ。やばい、駄菓子買うより安くね。ベビースターラーメンより安いね。で、子供の時でもさ、100円で駄菓子でお腹いっぱいにはならんかったやんか。でもこれ3回食ったらさ、お腹いっぱいになるどころか食われへんよね。豆乳豆乳、まあ3分間ほぐしていきます。まあ、カップ麺とかと一緒やな。3分間かかる直前にこちら、これが魚介豚骨の素ですね。でも入れるもんこれだけなんよね。あー、でもええ匂いになってきたわ。これさって絡ませて、完成です。27円の業務用スーパーラーメンです。さあ、まずこちら出来上がりましたのは、魚介豚骨醤油ラーメン、そして味噌ラーメンの2つです。何もアレンジしていない状態で食べていきましょう。右の方が、すごい汁吸ってるよね、麺が。こっちの方がうまそうな。いただきます。次味噌ラーメンいただきます。いやなんかいい。めちゃめちゃうまい。マジでこれうまいわ。それ安いとか関係なしに、もっとなんかこう味が薄いとかっていうのを想像してたよね。ちょっと悪い方に想像してたよ。食ってみて、え、これを普通にね。あ、でも今ハードル上げちゃってるな。あ、確かに。27円。うまっ。うまくね。学生の時売ってたら絶対買う。一口目食った時にびっくりしたのが、ちゃんと魚介醤油、魚介豚骨だよ。思った。そう、あのたったこんな粉末のスープでここまで再現できるのっていうか、そのここまで美味しくなるのっていう。でも揚げてんな。いただきます。もともとしてた魚の味。うん、うまいよな。ごちそうさまでした。じゃあちょっと僕がたまにカップ麺作る時のアレンジ法でいくね。これは一人暮らしの男の子がもう本当に好き放題やってるっていうアレンジやから、そんなに参考にせん方がいいかも。業務用スーパーで買ったニンニクバリ紫やねんけど、どこ持ってるピクミンみたい。こういう種類があるんか。まあまずね、たき焼きニンニクから入るからね、何事も。まあニンニクなしでは始まりませんよね。みじん切りしていきます。水の量気にしません。一回これお湯を全部捨てるから後で。で、ちょっと家系っぽくもしたいなと思ったんで、ほうれん草も入れています。3分ぐらいかな。じゃあまず、器に直接スープを入れます。で、こちら、中華万能調味料のシャンタンも少し入れます。これぐらいの味付けが好きなんでね、僕。で、ここに刻みニンニク。で、スープを溶かしていきます。麺を、あーっ、ナイス。チャーシュー、味玉、海苔、ほうれん草。完成しました。27円ラーメンにトッピングされた激辛ラーメン。
それではいただきます。でどうやろうな、このアレンジスープ結構本格的な家系ラーメンじゃない。でスープもそれに伴って味付け濃くしましたからね。いただきます。うまっ、化けたわ。ほうれん草ってなんか味付けせなあかんのかな。味何もせえへんわ。でもスープ自体マジで美味しい。うん、耐えてる耐えてるよ。何円で出すなら、さっき言った通り本当に普通に美味しいと思うんやけどね。量内で分からなくなってる。すごいさ、安いラーメンっていうので見てたからさ、本来のこう味っていう分のラーメンの味結構分からなくなってる。それにこの具を乗っけたらどのぐらいだろうな。普通の一般のラーメン屋さんぐらい取れるんじゃないですか。いや、すごくない？27円まあこれ具加わってるからさ、その分プラスアップされてるけど、でもこれだけの具が入っても値段的にこの1杯分大体200円台ぐらいじゃない、使ってる量で言えばさ。味玉もね、自分で作ったんですよ。その前の時にすごく美味しい元のラーメン店主が作るような味玉っていうのを作ったんですけど、それと同じ作り方して大体1時間ぐらい置いてたのかな。手作りの美味しい、このチャーシュー出来合いのスーパーで買ったやつ、ちょっとハムっぽい。これなんかおかんっぽくない？ポニョンのラーメンとかもそうだね。あっさり家系ラーメンみたいな感じかな。ごちそうさまでした。はい、というわけで今回は業務用スーパーの日本一安い1杯27円の袋ラーメンを食べてみました。味が3種類あったんで、最初の2種類は普通にそのまま食べて、で最後の醤油ラーメンだけちょっとアレンジしてみました。マジこの袋麺の元々のポテンシャル高いな。このね、袋麺はすごい安いんで、まあちょっと気になった方はぜひ家で作ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あ、あと最後、新しく発売されるエアトラップの新曲「時のメロディーと妄想ディーバー」2020年5月の20日からサブスクが解禁されます。で、そちらの音源をですね、最後にちょっと流してこの動画を終わりたいと思います。まあ、ほぼ初公開ですね、動画上では。それでは最後、初公開の時のメロディーを聴いてお別れしたいと思います。ありがとうございました。どうぞ。